日本大阪府大阪市西区江戸堀江戸堀は、大阪府大阪市西区の町名。現行行政地名は、江戸堀1丁目から江戸堀3丁目。大阪市西区の北部に位置。北は土佐堀及び、北区中野島。南は京町堀。西は新谷和筋を挟んで江戸島。東は、阪神高速1号環状線を挟んで、中央区北浜、今橋。 高来橋にそれぞれ接する。1617年に開作された江戸堀川沿いに町域が位置したことに由来。堀川の名称起源ははっきりしておらず、徳川幕府の統治下に入って最初に掘った堀割を記念して付けたものと思われる。1931年まで生端部に雑魚上御市場があった。江戸時代の町名は船町斎藤町。 白子浦町、布屋町、江戸堀一市の5丁目、玉沢町、麹町、海屋町,町、道空町、山田町、雑魚町となっていた。1871年に江戸堀一市の5丁目の、内江戸堀川江北を、北江戸堀一市の3丁目、道井南を、南江戸堀一市の3丁目に改変。翌1872年に、土砂掘浦町、江戸堀が緑一の二丁目、 江戸堀北通り1の5丁目、江戸堀南通り1の5丁目、江戸堀下通り1の5丁目に改変。1926年に、土佐堀浦町を土佐堀船町に解九1961年に、土佐堀船町、江戸堀上通り1の2丁目、江戸堀北通り1の2丁目、江戸堀一1の5丁目に改変。百七十七年に江戸堀一の三丁目の、 現行行政地名を実施。2019年3月31日現在の世帯数と人口は以下の通りである。国勢調査による人口の推移。国勢調査による世帯数の推移。私立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。なお、小学校、中学校入学時に学校選択制度を導入しており、 通学区域もしくは隣接する校区の小学校、中学校から選択することも可能。2016年現在の経済センサス調査による事業所数と従業員数は以下の通りである。教育機関郵便局金融機関企業、団体肥後橋駅中野島ジャンクション、大阪府大阪市西区の町邸、あざ一覧、人工統計ラボ、2019年10月20日閲覧、 AB、住民基本台帳人口、外国人人口、大阪市。2019年10月4日閲覧。AB、江戸堀の郵便番号。日本郵便。2019年8月15日閲覧。市外局番の一覧。総務省。2019年6月24日閲覧。AB、平成7年国勢調査の調査結果引く。男女別人口及び。 世帯数町長、アザと総務省統計局、2019年8月16日閲覧。AB、平成12年国勢調査の調査結果引く、男女別人口及び、世帯数町長、アザと総務省統計局、2019年8月16日閲覧。AB、平成17年国勢調査の調査結果引く、男女別人口及び、 世帯数調長、アザトウ、総務省統計局、2019年8月16日閲覧。AB、平成22年国勢調査の調査結果引く、男女別人口及び、世帯数調長、アザトウ、総務省統計局、2019年8月16日閲覧。AB、平成27年国勢調査の調査結果引く、男女別人口及び、 世帯数町長、あざと、総務省統計局、2019年8月16日閲覧、通学区域一覧、大阪市、2019年10月22日閲覧、平成28年経済センサス、マイナス活動調査、事業所に関する集計産業横断的、集計都道府県別結果、総務省統計局、 2019年10月23日閲覧。郵便番号簿2018年度版。日本郵便。2019年6月10日閲覧。ありがとうございます。